20日18時9分ごろ、宮城県で最大震度5強を観測する強い地震が発生。この地震で宮城県では土砂崩れが発生し、長さ約6メートルにわたり市道が塞がれ、東北、秋田、山形の各新幹線の運転見合わせや複数の区間で高速道路の通行止めが起こりました。宮城、岩手、福島の3県で21日までに確認された8人の怪我はいずれも軽傷で、ライフラインなどの面では大きな被害は起きていないとのこと。震源地は宮城県沖、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 で、気象庁は宮城県を対象に津波注意報を発表しましたが、目立った潮位変動はなく、約1時間20分後に注意報を解除しています。今回の地震は震源が約60キロと深く、陸に近い場所で起きており、東北大学地震地質学の遠田真嗣教授は、東日本大震災でずれていない深い部分が動いた、震災の影響が続いているのに加え、先月から大きい地震が立て続けに起きている、今が一番注意が必要と警戒を促し、揺れの強かった地域では今後1週間程度最大震度5強程度の余震が起きる可能性を指摘しています。今回の地震について海外の大手主要メディアも軒並み報道。ロイター通信は日本の報道を引用する形で、高さ1メートルと予想される津波注意報が住民に出された、注意報が解除されたとリアルタイムで次々と伝えており、東京電力福島第一原発や東北電力女川原発の状況にも関心を寄せています。フランスの AFP 通信も、2011年3月11日のマグニチュード 9.0 の大震災から10年を迎えてほどなく、今回の地震と津波注意報があったと報じ、先月も福島県沖で東日本大震災の余震と考えられる地震が起きていたことも報道。また負傷者は出たものの、いずれも軽傷で、原発についても安全性に問題はないなど、多くの海外メディアが関心を持って報じる中、特に南米のメディアは映像とともに、大地震の最中でも冷静な日本人の姿や建物の高い耐震性、さらには映像に映された揺れに対して微動だにしない猫の姿などを報道。この報道に対して現地の南米を中心に、海外から驚きと称賛の声が殺到していました。日本は地震と隣り合わせで建物の耐震強度を磨き上げてきた成果もありますが、地震の際に落ち着いて行動できるというのは訓練や備えあってのもので、世界に誇れることですね。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。この尊敬すべき国民の冷静さを刮目せよ。いつもながら日本人の規律と耐震技術には驚かされる。なんて美しい国なんだ、拍手。あの教養の高さを見てくれよ。日本人は大地震が起きてもパニックを起こすことなく、規律正しく行動することを忘れていない。私、日本の建物の耐震技術に驚愕してるんだけど、これが政治的な混乱がなくずっとやってきた結果？かなり大きな地震なのにガラスが全然壊れてない。日本は数光年先にいることがわかる。こういう時の日本人の規律と落ち着きは驚異的だよね。猫でさえどう振る舞うべきなのか分かってるし。侍猫は微動だにしないな。恐れ知らずのにゃんこに乾杯。猫、どうせ逃げた先も揺れてますし。どうして一切物が落ちたりしてないんだろう。この規模の地震が日本以外で起きたらどうなるんだ。大地震の真っ最中なのに、なんであんなに冷静なんだ。こっちだったらみんな間違いなく大説教だよ。こういう時には規律を守ることが何より大事。日本人は準備ができてるからそれを理解してるんだ。メキシコでも先日同じ時間帯にマグニチュード 5.7 の地震が起きたんだ。母ちゃんは恐怖のあまり俺のシャツを引き裂いたよ。私が住んでる地域だったらすごい被害が出たはず。やっぱり日本はレベルが違うね。つまりは国民の命を守るためにお金がかけられているということ。日本は本当に異次元だよ。日本では建築材料が盗まれることがないからね。建物の強度が計画より弱くなることはまずないよ。私も日本にいたら冷静に対応できると思う。だって建物が倒壊することがまずないんだもん。
強固な建物と安定した政治の結果がこれさ。俺の愛する新幹線が無事でよかった。日本の建築技術は完璧だ。日本人、あんたたちはすごいよ。あの地震でも停電すら起きないの？それにあの落ち着きは何？日本は本当に別世界ね。あの状況で全員が冷静さを保っていることに驚いた。いや、これは本当にものすごいことだから。この規模の地震で倒壊が起きないか。やっぱり先進国と呼ばれる国は違うんだな。こっちの逃げることしか頭にない人たちに動画を見てほしい。日本人は秩序と敬意の面でこれ以上ないモデルだよ。日本人は地震に慣れてるっていう部分もあるんだろうけど、それでもあの冷静さと規律はすごいものがある。建物の強度も同様に見事。日本はいい国だ。日本人の冷静な反応は称賛に値する。